このスマ。おい、聞いたかよ、カズマのやつがまたやったんだって。ああ、あれだろ、パワーアップして復讐に来た元魔王軍幹部候補、見事な作戦で追い返したとか。王家の協力もあったとか。アイリス様とも親しいみたいだし、俺たちみたいな凡人とは全然違う、まさに英雄だな。英雄か。いい、すんごく気持ちいい。鼻の穴を大きくして調子に乗っていますね。ええ、確実にそうね。でもどうせ一瞬よ、すぐにいつも通りに戻るわ。不吉なこと言うな。せっかくいい噂で持ちきりになってるんだから。人の噂など気にする必要はないだろう。それよりも次のクエストを決めないか。断る。もう俺は休暇を取るって決めたの。平穏に過ごしてトラブルとは無縁の生活を送るからな。お、カズマ、こんなとこで会うなんて奇遇じゃねえな。お前も早速噂を聞きつけたってわけか。噂？とぼけるなって。聞いたんだろ、例の話だよ。サキュバスの店に新人が入ったって。新人？そうなのか。なんだよ、知らなかったのか。聞いた話だとイケイケのギャル系らしいぜ。ギャル系か。今まで店にはいなかったタイプだな。だろ、早く店に実物を拝みに行こうぜ。おい、二人とも何をこそこそ話しているのだ。気にしなくていい。あ、ちょっと用事を思い出したから今日はここで解散しよう。行くぞ、出すぞ。おう、いざ天国の入り口へ。いらっしゃいませ。あら、今日はお早いんですね。はい、新しい子が入ったって聞いたので、どんな子なのかなと思って。ああ、カーラですか。わかりました、ご紹介しますね。いつもごひいきいただいているので特別ですよ。ありがとうございます。どんな子なんだろうな。いい夢見させてくれる子だといいな。お前、早速今夜頼むつもりか。金は大丈夫なのかよ。抜かりねえよ、ちゃんと借りてきた。
お前の生活が破綻していないのがいつも不思議だが、ま、リーンが何とかしてるんだろうけどさ。お待たせしました。こちらが私どものお店の。はじめまして、カーラです。ああ、ほう、サキバスらしいいい体してるじゃねえか。カズマさんにダストさんだよね。お姉さまからめっちゃ常連さんだって聞いてるよ。お姉さま？カーラの教育は私がしているものですから。この子まだまだ新人なのにすっごく筋がいいんですよ。筋がいい。お姉さまの指導のおかげですよ。うまくいってるのはたまたま。たまたま。あら、カーラ、お客様の視線が熱いわ。あなたの見せる夢に期待してくれているのね。じゃあさ、あーしが最高の夢見せてあげる。二度と忘れられなくなっちゃうようなやつ。は、はい、お願いします。お、俺も。あ、でも今日は他のお客さんの指名も入ってるんだ。だからお兄さんたちのうちどっちか一人だけね。最初はグーじゃんけんポン。くっそー、俺じゃんけん負けねえからってことで、カーラさんよろしくお願いします。はーい、じゃあカズマさんはこっちに来て。あ、念のため言っておくけど、いい夢を見るためには。わかってます。飲みすぎ食べすぎに注意して早く寝ること。あっちでシチュエーションを決めよっか。はーい。悪いな、ダスト。俺は忘れられない夜を過ごすことにするぜ。この芝